ハロー YouTube、 おさきんです。元祖辛味噌ラーメン、雷ラーメン復活です。風っ子大将さん、伊勢崎市お邪魔しております。はい、お久しぶりですね。以前はよく食べて懐かしい感じで、入店しました。さて、どんな感じなんでしょうか。今日は味噌ラーメンになります。辛味噌じゃありません、ごめんなさい。よろしく。色が味噌っぽくないな。味も独特、味噌ラーメンというよりも醤油とのハイブリッドみたいな感じです。味噌とね思って、食べた方はと思うかもしれませんけども、美味しいです。本当はね、辛味噌を食べるべきでしたね。仕事中でもあるっていうことで汗かきたくないんでやめました。以前は1からまではね、挑戦してますね。仕事中だったんですけど1から食べましたね。結構なね辛さだったんで、と思ってやめました。次回はね、思う存分、辛いのを食べてみたいと思います。5辛までね、できるっていうことになっております。それでですね、震災の時にね、電気が通ってない時にも、ガスだけでね、ラーメンを提供してらっしゃって、非常に印象に残っていて、これが地域貢献だななんて本当に思ってたんですけども、ご主人の方がお亡くなりになられたということでお店の方は閉店してたんですけども、復活されてます。息子さんと、お姉さんとで、店を切り盛りされてました。息子さんの方もね、がっちり、4年5年修業されてっていうことで満を持してこのお店の方されております。必ずご近所に住んでた方は1回は食べてるっていうラーメンになると思いますので、皆さんぜひね、風っ子大将さんとして復活されておりますので、ぜひぜひ行ってみてください。あとはチャーシューもなんか懐かしい感じで、炭火で炙ってあって若干甘さも感じるんですけどね、美味しいチャーシューになっております。はい、風っ子大将さん、皆さんでぜひ行きましょう。よろしくお願いします。兄弟愛の店、風っ子大将さん、ありがとう。ごちそうさまでした。